Good morning, everyone. Welcome back to another video. How are you doing? And this is 子どもの未来を作る党の、代表の杉本です。だいたい30分ぐらいの、街頭演説をしていこうかなと思います。で2019年に、統一地方選挙があって落選をしたので、2つ目の政治団体を作ってで、思います。ちゃんと確認する制度を作った方がいいと思いますね。まあ、自分はちゃんと4時間は4時間、8時間は8時間とちゃんと書いていましたのでね、ここら辺もいくらでもちょろまかしができるのかなと思います。まあ、我々の税金ですから、我々の税金を食いつぶしているのは公務員なんですね。ということは国民全体で、国民全員で公務員を監視をしていくようにしないと、本当に、8万円か8万ぐらいかな。ということは92万円お得なんですね。で普通の民間人だと96もまだまだかなり低いのかなと思います。それとあとは日本人のその生活水準もバブルのね絶頂期から比べればかなり落ちてきているのかなと思います。GDP もね、名目 GDP とか実質 GDP とかありますが、1人当たりの GDP がその国民の生活水準を表しているということです。でバブル絶頂期の頃は世界第2位か第3位だったんですが、今は確か世界第30位ぐらいですから、ナンバー2から30位までね、生活レベルが下落をしてしまったということです。バブル崩壊して30年以上ですけども、GDP も増えていませんし、で給料平均賃金もほとんど横ばいですよね。で給料は増えていないんですが税金だけは増えているし、公務員の給料も増えていると、ここら辺は産業が生まれやすいように、地方でもね、なんていうんですかね、起業しやすいような、バックアップ体制を作っていきたいなと思います。ただ起業する方法というのはこれも国が決めてるかもしれませんのでね、地方議員で、どこまでできるか分かりませんが、とにかく日本のなのかなと思います。それぐらいのね公務員というのを潰さないと、いい方向に改革するのは非常に難しいと思いますのでね、やはり教育でちゃんと公務員のね、本当の姿も教えていかないといけないし、あとは政治家の、いろんな利権特権もね教えていかないといけないのかなと思います。あともう一つはその税金に関わってきますが、英会話教育だけではなくてね、金融の教育もやはり導入をした方がいいのかなと思います。21世紀ですから時代の変化が激しいと思います。今回のコロナショックだけではないと思います。ということは時代の変化に対応できるようなスキルがね本当に求められてくると、思いますね。ということは生きる力が重要だとかなり有利なのかなと思います。これも公務員とか政府のね都合でこの二元的所得税に変えたと思いますが、こいつらが、労働収入が高ければ金持ちだと思っていましたが、日本の、二元的所得税を考えれば、労働収入をねいくら、高くしても得をするのは公務員だけですから、やはり基本的なそのファイナンシャルリテラシーがなければ公務員の、思い通りになってしまうと思います。ですからその二元的所得税のことも、富裕層とか超富裕層もそこら辺もちゃんと研究してお金を稼いでいますから、もうちょっと実践的な金融の教育を、小中高でね導入をしていくように、提案をしていきたいなと思います。そもそも所得税の税率が全く違いますからね、その資産収入と、何でしたっけ、労働収入では全く、違いますから、
今累進課税とフラット課税の違いなのかなと思い、むしり取ろうと計画していると思いますが、まあ、それは公務員が得するだけではですね、だから我々の国民の生活のレベルを、ね、上げるためには自然な形で金融資産が市場に出てくるように仕向けた方がいいと思うんですよ。なので大幅な減税をして消費を、ね、促進をすると、無駄な組織がたくさん公務員にありますからね、まあ、そこら辺を切ればいいと思います。ですから1850兆以上の金融資産があるということは 1% でも使ってもらえれば18兆5000億円ぐらいのね、真水分が市場に出てきますので、ぬるま湯公務員に任せておいてもね、税収入は増えませんので、はるかに大きな経済的なインパクトがね、あると思います。ですから、公務員のせいでお金を安心して使えない国なんですよ。ということは、公務員天国を潰して減税をすることで、安心してお金を使いやすい国になるのかなと思います。まあ、そうすると安心してお金を使えないということですね。漁港と、あとは静岡空港はね、うまく使えるんじゃないのかなと思います。ということで、もう一つと あとは、そうですね、人口もどんどん減ってきていますので、子育て世代の人たちとか、あとは、起業家の人たちに対してもっとその全面的な、ね、バックアップもしていきたいなと思います。まあ、少子化でうまくいった国というのはフランスとスウェーデンが有名ですが、最近はハンガリーもね、いろいろ情報が出てきています。GDP の 4.7% を、少子化対策に使っているということで、日本の公務員とは全く違うんですね。本気の少子化対策をしています。まあ、日本のぬるま湯公務員は自分たちのね、金を増やすことしか考えていませんので、それで、政治活動だけではなくてね、 YouTube チャンネルの方も、よろしくお願いしたいと思います。ご清聴ありがとうございました。はい、ということで、今日はね、昨日、私立高校の受験があって、多分今日は一日、学校の教員もね、休んでると思います。まあ、とりあえず、自分は落選の身なので、なるべく継続していこうと思いますので、よろしくお願いしたいと思います。All right, guys. Just finish so, thank you for watching. Smash like button and subscribe. Stay tuned. See you there. See you tomorrow. Yeah, bye.